BFQTV。どうも BFQ です。はい、テンション上げてます。上げていかないと。さっきね、グイッとね、使ったんだよね。なんで使ったんだろう。なんか使ったんだよね。思ったよりこう、やっぱり最後狂った。狂ったよね。狂ったですよ。狂ったですよ。狂ったですよ。これ久々のバラエティ企画。はい。あれ？これ。ヘビー通りじゃない。久々のバラエティ企画。はい。踊ってみたではないんですけど、踊りにまつわる企画でございます。はい。早速タイトルコールします。題して、チャット GDP で。チャット GDP。GDP あれだ。国内総選挙。GPT。GPT、 はい、ニュース見過ぎなんじゃないですか。GTP、 はい、GPT、 はい、はい、いきます。はい、BFQ がチャット GPT で、談笑芸作ってみた。最近流行りのチャット GPT、 はい、ちょっと遅いけど、もう2、3週ぐらい回ったけどね。さらにすごいことになってる。どんどん毎週進化したものがリリースされて、あれってさ、あれでしょ、小学生がさ夏休みの宿題で自由研究、あれとかをチャット GPT にお願いできちゃうってことでしょ。できちゃう。そんな今話題のチャット GPT で談笑ケースを作ってみよう。どういうこと？なんで使えるのこれ。こう出た時にちょっと俺いじってて、そのチャット GPT を、これダンスもいけんじゃないかなと思って、ちょっとやってみたの。ダンスのフォーメーションと振り付けをもう考えてくださいっていうふうにして、例えば7人組8人組9人組10人組のボーイズダンスグループで、こうアグレッシブでかつこう繊細なダンスとフォーメーションの振り付け全て考えてくださいっていうと、ABCDEFGH とかってなってて、 A の人が最初前に出ます、その後ろを B が取ってとかっていうふうに言葉で伝えてくれる。それがファンタジーだ。やったでな。ファンタジーチャット GPT っていうか、チャット GPT やったでな。まあその文字を使って想像力でどんだけできるかっていうのを検証する。プラスの材料にしてるってこと。そう。値入れ率ってこと。友達がいない。初めて出てきた。友達がいない。面白いの出てきた。一回やってみようか。はい。というわけで早速行ってみましょう。スタート。ブルーブラップ。カーセット。テーマ決めようよ。そう、テーマ決めよう。まず4人組のダンスチーム。かっこよくてキャッチーか。繊細でダイナミックとか、そういうやつ。そういう感じ。繊細でダイナミック。かっこよくてキャッチー。一番難しいやつじゃん。ダイナミック。繊細とダイナミック。繊細でダイナミックは。なるほどね。でもさ、振り付け師泣かせのさ、要望あるじゃん。それこそ今言った繊細でダイナミックとか。どっちやねん。そう、かっこよくてキャッチーでとかさ、ヒップホップなんだけどバレエ感みたいな。まあそう、まあ本当そういう感じ。なんかいかついかっこいい振りなんだけど、そんないかつく見えないようにとかさ。難しいだろ。それ何？わかんない。でもなんかみんなでやったらいいのかもね。ヒップホップでバレエ。なんか今思ったけど。確かに。一人だとダサいけど、グループでやるとありみたいな。いいよね。来た。はい。じゃあそこに打っていきましょう。4人組ヒップホップダンスグループ。いいんじゃない。まずですよ、考えてください。どうですね。もちろんです。キャッチーでかっこいい振り付けとフォーメーションのアイデアを。めっちゃ出てきた。オープニング、全員が1列に並びリズミカルな足踏みとボディーロールでエネルギーを高める。シンクロリズム、エネルギーを高める。全員が同じ動きをしながらリズムに乗って横にスライドする。手は腰に置いて強さを表現する。すごいじゃん。そう、1人ずつ順番にリフトを行いながらグループ全体で円を描くように回転する。リフトの動きには流れるような感じを出す。ソロブレイクもある。キャッチームーブ。全員がターンテーブルを回しているような動きをする。手はフリースタイルで動かし、ハイエネルギーな表現をする。お、なるほどね。こういう感じかな、じゃあ。あー、確かにね。この感じいいね。あるやつ。うん。曲はアップタウンファンク、ジャスティン・ティンバーレイクの。日本の曲出してくださいって言ってみれば。ヨネス。オフィシャルヒーダンディズム。USA。ダパンプ by USA だってるけど USA by ダパンプなんだけど、すごい規模でかいな。こっちか、洋楽の方がいいかだね。そうなってくると DJ スネーク&リル・ジョン。あああ、これか。ああ、まあいいんじゃない。いいよね。うん、する。うん、まあなんか何かしら音はまるじゃん、これだと。じゃあターンダウンフォーってね。はい、じゃあ曲はそれにして、オープニング、全員が一列に並びリズミカルな足踏みとボディーロールでエネルギーを高めましょう。この1分目がめっちゃ面白いね。ダッダラッダラッダラッ。でもそういうことだよね。ダラッ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 。ボディーロール、エネルギーを高める。これ高めて、で、高めました。で、全員が同じ動きをしながらリズムに乗って横にスライドする。お前がウェーブして。こういうことだよ。いや、まあそういうこと、そういうことだよ。そういうことだよ。GPT 使わないでええやろ。で止まるじゃん。でダブラボラで。満を持してこれな。こういうのとかさ、なんかあ、いいんじゃない？いいんじゃない？これもスライドだもんね。これもね。スライドすぎる。手は腰に置いてこういう動きするからね。はい、行こう。移動とかしたらリフトを行いながらグループ全体で円を描くように回転する。でソロブレイクして、でキャッチームーブは全員がターンテーブルを回しているような動きをする。だからさっき淳君やったこれのもうちょっとこう何パターンか作ってやって、こういうのも好きなんだよ、ちょっと GPT が。でシャープなフォーメーションチェンジを全員が同時にジャンプして空中で180度回転してランディングする。その後新しいフォーメーションに素早く移る。ランディングってどういう意味？空中で180度じゃない、こういうこと。まあそうだよ。ランディングってどういうことだ？ランディングか。ランディングだからあれじゃない、こう滑ったりするんだよ。スライディングのことじゃん。ランディングはジャンプやリフトを高い地面に着地すること。ああ、うんうんうん。スタート。最初でもあれはね、本当に忠実にエネルギー高めて、忠実になんか来るぞっつって。いいね、いいね。456。誰か一人フォローしてた方がいいんじゃない？周りだね。あ、こことソロブレイクをも一緒にしちゃえばいいんじゃない？あ、そうだ。だからワンツースリー and フォー、ファイブシックスセブンエイ、ツーツースリー and フォー、ファイブシックスセブン。ちょっと変える。スリーツースリー and フォー、ファイブシックスセブンエイ。でキャッチームーブですよ。はい。ここからは。ターンテーブルを回しの動きをする。手はフリースタイルで動かし、ハイエネルギーな表現をする。エネルギー大事だね。ハイエネルギーです。ハイエネルギーで、まあこれだよね。クラップも入ってきてる。あ、いいかもね。青いわけだ。なるほどね。あ、確かにハイエネルギーです。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。これいいじゃん。あれ誰がいいんだろう。GPT がいいのか。カッコつければカッコつけるほど高くなる。なんでなんだろう。でもあれでもいいんじゃない？こうジャンプして後ろ向くときにさ、もう一列になってさ、そこで一気にフォーメーションチェンジしちゃうみたいな。はいはい。シューみたいな感じでさ。最後なんか一個さ、爪痕残してほしいね、彼。あ、じゃあ一番キャッチーなのを欲しい。最後の決めの振り付け。最後のフェーズではダンスフロア全体でエネルギーがピークに達します。シンクロナイズドムーブメントやフラッシュモブのような要素を取り入れ視覚的なインパクトを与えます。むずい、抽象的すぎるぞ。そうだな。意外とこう考えてるから長いんだね。そうだね。そうだね。決めポーズもらおう。ポーズのタイミングで音楽をクライマックスに達するように調整。メンバーは高いポジションを取ります。例えばジャンプし浮遊感を演出する、手を上に伸ばし力強さを表現するなど、ポーズを維持する一瞬全員が凛とした表情や自信に満ちたエネルギーを表現します。エネルギー好きやなってことでいいんじゃないかな。なるほど、そういうことなんじゃないか。そういうことか。はい。あ、で終わりだよ。そうそう、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。で最後カチャカチャも取って、メンバーごとにアームウェーブを右から左への、あ、こういうことだよね。ワンツーのショット、ワンツーのショット。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あと1、5、6、7、8。新しい。何だよこれ。あとメンバーはカウントに合わせて上半身から順に頭、首、胸、腰、膝の順、足首。足首までウェーブトス。ちょんちょん。じゃあこのさ。交互にするか。はいよ。7、8、3、2、3、4、5、6、7。ひたすらもう練習、ただの自主練。これただの自主練。7、8、1、2、3、4、5、6、7、ポーズ、1、2、3、4、5。なるほどね。これ何マジで。これやばい。ずっとこれやってる。やばいじゃん。あ、ポーズ。あ、いいじゃん。なんかこれをスイッチでタクヤが動いてる。タク、ドン、ティン、ジュン、う、あれを。お、理解度深まったぞ。ね。うわ。ダー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 。最後あれは確かに凛とした表情がどうも。あ、そうだ、大事だね。自信にあふれた感じが大事だから。なんだよこれ。ああ。できたできた。これ一回これで止める？いいんじゃない？まあとりあえずできましたね。凛とした表情した。これで1分半です。おお。